力を発揮します。アイテム採取をサポートしたり、モンスターに見つからないよう気配を消したりと、能力は本当にたくさん。フィールドを自由に飛び回ることだってできちゃいます。いいな、ライダーさんが羨ましい。バトル中はモンスターの特性を生かしてアクティブスキルを使ってみましょう。炎や氷のブレスで相手を攻撃したり、ステータスアップなどのサポート、パーティーのヒットポイントを回復することもできます。バトル中、オトモンは自分で考えて行動を選択します。相手の行動を読んでオトモンを入れ替えながら攻めるのも有効な作戦です。絆ゲージを消費してオトモンに指示を出すこともできるんです。ライダーとオトモンの攻撃が揃うと絆のダブルアクションが発動。大ダメージとともに絆ゲージも大きくアップしましたよ。絆ゲージマックス。ライダーさん、ライドオンの時間です。ライドオン中は攻撃力や防御力のアップなどいろんなメリットがあります。絆で結ばれたライダーとオトモンの本領発揮ってとこですね。絆ゲージの全てを消費して繰り出すライダーとオトモンの大技、それが絆技です。全てのオトモンには強力でユニークな絆技があって威力も抜群。バトルの勝利を握る切り札となります。